セリーベジュ学園より愛を込めて、テレビアニメ私の入りはお仕事です。白鷺姫役小倉優衣です。ごきげんよう、綾小路美月役上坂すみれです。この番組はテレビアニメ私の入りはお仕事ですを盛り上げるために、私たち二人が外空と本音を駆使して最新情報や魅力をお伝えしていくラジオ番組となっています。この番組もいよいよ今日で最後、うん、悲しいですわね。でもなんかすごいいろんなことがあって、12本の気がしないですわね。本当にね、濃かったね、一本一本が。本当に、いや伝説のラジオじゃないこれは。なんかちょっとやっぱとっても楽しかったですわね。いや本当楽しかったですわ。本当にちょっとまあ気が早いですけれども、またね、なんか機会あればやりたいですわね。まあね、取り急ぎ登録もね、ありますけれどもね、ということで、まあ、今日はたっぷりね、いろいろコーナーとかね、振り返りもしていこうと思いますので、早速始めていきましょう。皆様本日もごゆっくりどうぞ。この番組は私のゆりは制作委員会です。一人者の提供でお送りします。カフェリーベジョ学園より愛を込めて。改めまして小倉優衣です。上坂すみれです。はーい、さあフリートークですさあフリートークですじゃないのよあなたそんな MC 見てたまるか、ね、パーソナリティたるものさあフリートークです最終話にしてごめんなさいね、ちょっとブーメランのように投げちゃいましたけど、ブーメラン帰ってくるから投げたら帰ってくるんよ。そうなんだよね。じゃあもうちょっと丁寧にこの番組どうでしたか？いや楽しかったですよ、ね、本当に楽しめましたね。ゲストもねいっぱい来てくださったし、なんか作品のことも話せたし、あのお互いのことも、なんかこの二人でさ、なんか面と向かって、30分がっつり喋る番組って、意外となかったから、長い付き合いなのにね。本当だね。本当。いかに私たちのなんかその接点がこんぐらいしかない。なんか考えてることが。そう面白かった本当に。そうもうね、ゆいちゃんのね、美容知識、それから TikTok のね、SNS の知識、そして私の、あのね、イニシエネットミームの知識。これがね最後まで混ざり合わずに。そうだね、いやでも本当にこのラジオに出て勉強になった。あのウェブのこと、あれはなんて、お兄様お姉様のことはなんて言いますの？ニキとネキでも私やっぱまだ使い方がうまくなくてみんなすごいよね。あーなんか活用が変換方法っていうの、ゆいねき？ゆいねき？なんだろう。なんかパッとやっぱ変換するじゃない？すぐ。確かにね。何々ねきとか。うん。すごいなって。あとなんか最近知ったんだけど、ニキとネキって、私のイメージでは、お姉様とか、お兄様とか、あれで歳がいった人に使うものだと思ってたんだけど、そうでもないんだね。あー、確かにね。割と年齢は関係ないかもしれない。関係ないんだね。それが、最近なんかブラッシュアップされた私のデータ的にあのね、ニキとネキについて。ニキとネキは別にブラッシュアップしていくもんじゃないんだよ真面目かあそうなんだ。そんな打ち合わせを積み重ねてよくしていくもんじゃない。だからニキとネキの定義というか、あなるほどって、年齢は関係ないっていう。こうなるほど、そう、さらに情報が細分化されて、なんか今日ないの、また新しい、ネットの知識、ね、ネットの知識、ネットの知識クーえ、ちょっと待って、クーって言った。なんだろうな、ネット用語、ネット用語、ネット、なんかゆいちゃんにちょうどいいネット用語がやっぱ、ちょうどニキとネキに該当する気がする。なんか結構
ネット用語ってあまりにも覚えてると、うん、なんかこうちょっとこう会話がえぐみが出ちゃうというかね、あとは普通に通じないとか、うん、なんかそういうことが発生するから、うん、まあ、私の好きな古のネット用語は、うん、あのお前らのことをお前らっていう、お前ら、お前ら、お前ら、絵をねインに変えて、うん、お前ら、お前ら喧嘩するなとか、お前ら、そうそうそう、お前らまたあり進行知るとか、知る、あ、城の失礼しました、あの、うん、お前らまたあり進行知るは、知るはあの山水のお味噌汁の汁って書くんだけど、うん、あのお前らは、まあ、お前ら、うん、みんな、みんな、あのまたありはあののんびりまったり、うん、で進行はなんか、まあ、あの会話を進めること、うん、まあ、そのままですね。で知るっていうと強いからなのか、知るって言うんだ、知る知る、うわーふわーって知ろう、知るっていうの、え、でもね今はもう存在してないと思う。あ、今はないんだ。多分これは1998年ぐらいに私が観測したあのインターネットの言葉だから、へえ、もう多分これは超古代みたいな、超、そうだね、うん、もうなんかあのチョベリグッドの仲間だと思うよ。へえ、そう、知るっていうのがあったんだ。なんかそう、多分ね、その強い、なんかさ昔はさ絵文字がないじゃん、うんうん、だからあのアスキーアートとかわかる、うん、なんか顔文字の、そう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 、うんうん、とかで、なるべくなんか多分字面を柔らかくする工夫、うんうん、みたいなのがあったのか、お前らって言うとあーみたいになるからお前らって言ったのか、あとなんとかしろって言うとはーってなるからなんとかしるになったんだと私は小学生の時思ったんだけど、うん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 、そう、まあでもね、なんかそのほんわか、ほんわかしたネット用語がね私は好きなんだな、うん、なんかでもネット用語からさ、うん、普通に使われるようになった言葉とかもあるじゃん、なんか草とか、あー草、草ってもうさ、うん、え、草は確かに死語じゃないね、うんうん、あとなんだっけ、ワイワイっていうの、また新しいワイすごいゆっくり、ワイとか、ワイ、あとワロタ、ワロタ、ワロタってなんか使う人とかいるよね。え、ワロタって使う人いるの？私大学の時のね、仲いい5人組のね、うん、あの女子グループでいたんだけど、うん、その中の一人がね、自分のことたまにワイって言って、ワロタとかも言ってた。あ、でもそれはじゃあ結構ネット勢かもしれないね、なのかな、その子は、うん、結構でもなんかふざけてたけどね、あー、わざとわざとそういう風に言ってみたいな。普段は普通に別の一人称がある。あ、そうそうそう、へえ。でたまにふざけて言ってみんなが何それみたいな、へえ、言うみたいなのがあったの。今の子の一人称ってなんだろう、うん、いや老人会の用語いらないんですよ。老人会のわかるのある？全然、あ、あの ORZ はわかる、あの倒れてる、あ、そうそうそう、ように見えるってやつだよね。そうそうそう、あと全くわかんない、 KWSK って何？これは詳しく、詳しく、それ詳しく教えてのなんかをすごい早く打ちたいから、詳しく、え、ロム線っての、ロム、これは古ですよね。あの私もな、語源はわかんないんだけど、ロムルっていう、うん、言葉があって、これがあの書き込むんじゃなくて見て見ることで、なんか余計なちゃちゃ入れる人とかに、うん、お前半年ロムってろとか言うんだけど、見てろみたいな、もう黙って見てなさいよみたいな。ネット用語をゆいちゃんが可愛く朗読するボイスCD 欲しいしかもダミヘでダミヘッド前、それ需要あるの？ワイワイ、あ、うんうんこれはラムセン、あ、次はえ、これなんていうもの、 ORZ でいいの？いいよORZ、 次は KWSK、 これ何？これあの詳しく詳しく、あ、いいね。さあ次はこれ何？これはね、うん、
あの激しく同意のね、ハゲ同っていうの、ハゲ同、また大きいかね、ハゲ同、もっと大きいかハゲ同、あーいいわさあかなり脱線しましたけども、はい、アニメの方では最終話のこんな脱線ある、中二話が訪れましたひどい本当にひどい本当に申し訳ないんですけども、本当に全国のお便りファンの皆さん、頭を下げます、頭を下げます、はい、すいません、すいません、12話ようこそ夏のリーベ女学院へというねことでブルーム選挙無事に終わったリーベ女学園には夏、うん、ゾンマーがやってきました、うん、実はリーベには夏服があったということで、めちゃくちゃ可愛かった、そうなの、そう、舞さんがねウキウキで夏服をお披露目するもね、美月のナイスなスタイルが浮き彫りになる衣装に姫がまあ一番ドキドキそわそわ、うんうん、あわあわしてましたね、はい、当の本人は何とも思ってないようでしたが、やきもきが止まらない姫、そして紅茶が覚えられない姫、リーベ女学園の夏もバタバタしてましたと、なんか、うん、まるで OVA のような、いや本当だよね、ほのぼのした、そう最後はこんな感じなんだって思って、そうなの、うん、すごく綿百合のアニメを見て、あやっとここにたどり着けたっていう、なんか幸せな回、うんうん、ね、そう最後は良かったね、そういう意味ではね、なんか姫と美月がね、ちょっと日常会と言いますか、ちょっとこうちょっと面白すれ違いみたいな感じで、うんうん、でもなんか2人が思い合ってるのがとてもね、うん、いいですし、夏服も最高に可愛いということで、ね、ではメールを紹介しましょう、うん、はい、歩くお荷物様からいただきました、ありがとうございます。お給仕日誌という形で各話の印象的なシーンをまとめたショート動画が公式アカウントから配信されていますね、うん、先日配信された各キャラごとの名シーンを集めた番外編見ましたよ。姫ちゃん編は本音が漏れている時のセリフが詰め込まれていて終始可愛かったです、うん、ただ連続してみるとキレのあるツッコミにだんだんと笑いが込み上げてしまいました。あの音声が目覚ましなら眠たい朝でも笑いながら起きられそうです、ということで、うん、ありました ね、 ねえこれすごい、本当に良かった、キャラごとのなんか良さがすごい出ててね、うん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 、本当に姫ちゃんの収録を思い出しますよね。いやなんか我ながらいろんなシーンのいろんなお芝居やったんだなっていうのが分かって、ね、なんか嬉しかった。役者としてもすごいなんか、うん、なんかやりがいがやっぱあった作品だったからこそ、そうなんかああやってまとめられるとね、よりなんかこう面白いというか、うん、そういろんなゆいちゃんの、そして姫ちゃんが楽しめるっていうね、やっぱこうアフレコしてる時はね、うん、私たち絵コンテの状態だったから、うん、やっぱこうやってなんか、いや絵の力ってすごいよね、絵でね、なんかさらにいろんな表情つけてもらえると、うんうん、本当にキャラが生きてくるなって、そうだね、なんかやっぱそのアフレコの時にもっとやっていいよみたいな風に言われることも多かったんだけど、うん、絵を見てすごい納得というか、本当に、うん、あ、うん、このぐらいやっといてよかったなってちょっと思ったりもして、ね、なんかもうゆいちゃん的にも結構じゃあお芝居は挑戦の連続だったの、そうだね、うん、うん、なんかそれこそやっぱ絵もさ、なかなかこう予測できない中で、うん、どこまでこうシリアスに寄せるかとかギャグに寄せるかっていうなんかところとか難しかったんだけど、うんうん、確かにね、ギャグのシーンもあるし、うん、シリアスなシーンも来るからね、そうそうそう、だから最初はなんかその境界線を割とナチュラルな方面に演じてたんだけど、うん、でもなんかこうやってやっぱ絵を見るとその音感さんにね言われた感じで、こうやっぱメリハリつけてよかったなって改めて思って、うん、そうそうそうね、なんかこの姫ちゃんを機になんかいろんなこうなんかハイテンションなゆいちゃんも今後聞けるのかなって思うと、うんうんうん、そしてね、なんかこうやっぱ綿百合はめちゃくちゃもうたくさんのね人に愛されてるし、うん、あとはもうなんといってもね、うん、あの原作がこれからっていうところなんで、ね、本当にね続きが見たい、本当それ、本当に、ね、見させてほしいよ、もうねねさんが幸せになるまで帰れないぞ、うんうん、本当だよ、みんなこれからもね応援してくださいね、はい、うん、皆さん本当にたくさんのメールありがとうございまし ました。ではここで一曲お聴きください。テレビアニメ私の売りはお仕事ですのエンディングテーマ、白鷺姫綾小路美月で夢が覚めても。君と私の間ふれて確かめる距離、本当の気持ち隠したまま、で
中にあるどんな言葉でもエレガントに変換してしまうエレガント変換のコーナーです。ゆいちゃん、今日のお題はこちらです。うん、今日で終わっちゃうの？寂しい。嫌なのだ。それでは聞いたことないシープの声なんだけど。今日で終わってしまうのですね。私とっても寂しくてよ。カフェリーベ女学園より愛を込めて。寂しいですわ。ロム線するのですわ。ハゲド嫌なのですわ。ここでカフェリーベ女学園からのお知らせです。テレビアニメ私のゆりはお仕事ですは各配信サイトにて好評配信中です。そしてテレビアニメ私のゆりはお仕事ですのブルーレイが全3巻で発売。第1巻はいよいよ来週6月28日水曜日発売。第2巻は7月26日水曜日。第3巻は8月23日水曜日に順次発売予定です。ミマン先生書き下ろし漫画が掲載されたブックレットやオリジナルドラマ CD など豪華特典が盛りだくさんです。こちらは現在各法人で予約受付中です。詳しい商品情報特典については公式ホームページをご覧ください。次にイベント情報です。私のりはお仕事ですブルーレイ第1巻の発売を記念して衣装展&パネル展がアニメイト横浜ビビレ展にて開催決定。6月27日火曜日より7月10日月曜日までの開催となります。そしてこのラジオの公開録音の開催も決定しました。日時は7月29日土曜日、昼公演が14時開演予定、夜公演が17時30分開演予定となっています。会場は浜離宮朝日ホール小ホールです。皆様のお越しをお待ちしております。最後に音楽情報。私が歌うアニメのオープニングテーマ秘密メロディー、そしてサウンドトラックは好評発売中。どちらもよろしくお願いします。それではここで原作の魅力を伝えるこちらのミニコーナー、今週のスミペーデコレメンメンの今週のスミペーデコメンド失礼しました。原作の中からお気に入りの一コマやワンシーンなどをご紹介するこちらのコーナー、今回で最後となりますが担当ペさんです。はい、私がレコメン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 するのは、4巻のですねシフト21夏服会、うん、アニメでも描かれていましたけれども、うん、この夏服をみんなで着てみんな可愛いってなって、で美月さんでかいってなって、うん、でその状態でお給仕に行っちゃった美月さん、うん、でみんながやっぱり見てるってなって姫ちゃんがスッってあの今日はできるだけ私が隠すからな、誰も矢野のこと見るなよのコマです。ここすごい顔してるよね。なんか男の子みたいな。そうだね、少年がちょっと出てきてるよね。そう、なんかこの頭そこに来るんだっていう慎重さも可愛いよね。萌え要素がいっぱいね重なってる。そう、頑張ってもここまでしか届かないという可愛い、はい、このスーもいいね。すん顔出てくる。そうそう、うん、そうなんですよ。欲しいですね。はい、はい、というわけで皆さんのおすすめもねぜひぜひ教えてくださいね。原作はコミックゆる姫にて好評連載中。コミックスは第1巻から第12巻と公式コミックアンソロジーが大好評発売中です。こちらもご覧ください。そして今日紹介した作品の最新情報は公式サイトや公式ツイッターにも掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、今週のカフェリーベ女学園からのお知らせでした。カフェリーベ女学園より愛を込めて。私たちシュベスターです。本編で姉妹である二人を演じているのだから、私たちもお互いを信頼し合うシュベスターになれるはずということで、私たちが支え合って絆を試すチャレンジに挑んでいくコーナーです。最後はこちらのコーナーでね、しっかり私たちのシュベスターを見せつけて終わりましょう。はい、今回やっていくのはラジオネームももっちさんからいただいたアイデアをもとに作ったシンプル仲良しチャレンジです。
これから出される質問に2人で答えを決めて、その回答が一致したら成功、別々だったら失敗となります、うん、今回は5問チャレンジして3問以上成功したらシュベスター認定となりますという、とても基礎的な、そうですね、ゲームコーナーになっております、うんうんうん、はい、もうここでね、私はちょっとシュベスターを挽回していきたいと思います。そうですね、ミナミちゃんのね快進撃すごかったですからね。ちょっと田中ピラティスミナミに負けてしまったのピラティスミナミそんな間のミドルネーム田中ピーミナミ勝つぞ怒られちゃうよ名前を。はい、ということで、はい、ね、そうだね、ここで決めていきたいと思いますが、頑張ります。じゃあ、まあ早速いきましょう。第1問こちら、甘いスイーツといえば、なあ、ゆいちゃん、ゆいちゃんにどうする、ゆいちゃんに合わしたい。甘いスイーツといえば、ゆいちゃんスイーツ、あれ、うう、忘れた、あ、なになに、あったよ、え、あったあった、なになに、ゆいちゃんがさ、うん、ゆいちゃんがなんか口パクパクしてる、なになに、ゆいちゃんがパクパクいっぱい食べてたやつ、いっぱい食べてたやつ、え、じゃあ私好きなスイーツ言えばいいかな私もうこれ好きだと思うやつ言う、ゆいちゃんが、オッケーオッケー、じゃあ行くか、行きます、せーの、カヌレ、生ドーナツの話してたじゃん、忘れてた忘れてた、確かにしたね、私はカヌレ、カヌレ、うん、大の私カヌレ好きなのよ、実はカヌラーなの、カヌラー、うん、初情報やめて初情報やめて、嘘、すっかりみんなが知ってるもんだと思ってた、あ、そう、そうなんだ、カヌレ好きなのは有名なのね、うん、最近結構ね、おしだいは、でも確かにここでは生ドーナツの話してた子、やっぱゆいちゃんはいろんなスイーツ好きだからね、そう、選択肢が広いよね、広かった、ちょっとこれ問題が難しかったわ、うん、難しい、うん、じゃあ次ね、ピラティスミニャミだったらどうしてたんだろう、多分カヌレって田中カヌレミナミがカヌレミナミ天才だからすごいな。じゃあ続いて第2問いきましょう。はい、2人の共通点をあえてあげるなら、あ、今見て分かったぞ、まあ確かに、オッケー、それで分かった、よし頼む、じゃあ行くよ、はい、せーの、黒髪ロング、やったー、確かに今日しかもちょうど2人とも下ろしてて、あ、本当だね、え、ゆいちゃん珍しいね、そうなの、私珍しいんだよ今日、そうだよね、いつも割と巻いちゃうから今日ストレートだし、そう、なんか気分の違いとかあるの、今日はこれ、うん、今日気分で、まあ、今日服がこうカジュアル系だったから、あ、髪もちょっとナチュラルな感じに、なるほどね、ふわっと、そう、そっか、服といつも合わせてるんだね髪を、うん、偉いなはい、一問正解でございます、うん、じゃあ三問目いきましょうね。これまでの配信で上坂すみれが一番小倉優衣を可愛いと思った瞬間は、あ、でも今日言ってたな、今日言ってた、あ、分かったかも、今日そう、あのね、結構気に入ってそうな感じはあった気もする、1200個あるんだけど、まあ、その中の1個で、うん、もうこれはキュンキュンしました、ちょっと違うかな、いや、なんかこの一生懸命言ってるのが良かったよね、うん、なんか、あ、分かったかも、歩み寄ってくれて嬉しいなって、行ってみよう、行きます、せーの、ニキとネキ、気持ちいい、なんなのこのグリとグラみたいな、やっぱりこのもうこの番組においてのニキとネキすごいよ、すごい本当に、うん、いや、これはね、ニキとネキ、私覚えたの、ニキとネキっていうあの時のなんか歩み寄ってくれてるのね、うん、胸キュン具合ときたらたまりませんですわ、そっか、胸キュンだったんだね、あれは、あ、まあ、うん、あの2位はあのこの間の本気くしゃみかなそんな刺さったんだ、それも本気くしゃみはみんな聞いてほしいね、いっぱいあったんだね、ペ、うん、さんなりに、そう、では4問目、はい、行きましょうかね、
二人で遊びに行くならどこに行く？カッコカフェ以外。え、これむずいね。むずいな。これ合わせないようになってる。でも私覚えてるんだよ。一個かなってない。うん。ペさんが前私にちょっと誘ってくれたというか。うんうん。なんか覚えてるんだよね私は。いつか私はだからそれ結構楽しみにしてる。誘った？それ私記憶あ意識ありそうだった？意識はあったかはちょっとわかんない。あでもアペさんならアペさんがそんなうんいいねってなった。ええペさんだからこそっていうか。あわかんなく。あでもあれかな、ちょっと憧れてる。あれかな、ちょっと憧れがある。私の好きなあそこかな。よし行こう。せーの、ハコネ。あーそっちかー。なんて言った、なんて言った。なんかさ、うん、お泊り、あ、箱根、箱根、あーあったそれも。箱根になんかそう行くのがね、うん、好きで、うん、なんかそれも誘ったような気がするし、うん、あった。あとバーも行きたいって言ったから、うんうん、そっちかー。そあーそうだ、箱根もあったね。ゆいちゃんはバー行ったことは？バーない、ほとんどないね。ない。うん、でもお酒は飲めなくはないもんね。そうだね、うん、バーないね。うん、バーにゆいちゃんいたらかっこいいわね。うん、結構さ、うん、あの紅茶リキュールとかコーヒーリキュールのカクテルとか美味しいよ。へえ、そうね。なんかあんまお酒飲めなくてもさ、飲めるさノンアルコールとかもあるじゃん。あるあるある。ジュースみたいな、アルコール低いのもあるし、うん、なんかそのほんとマスターに聞けば何でもアルコール 5% 以下でとか、うん、マスターって本当にいるんだね。マスターがいないとバーは成立しないよ。ペッパーくんじゃないよ。面白い。そうなのよ、マスターがいてこそのバーですから。でもそんな憧れてくれてるなんて、なんかニヤニヤしちゃいそうだし、バー行ったらマスターがいるみたい。ウケる。マスターって、マスターが草って。いやいやいや、マスターに草って、失礼な客。草生えるって。じゃあ次が最後で、今のところ5分の2だから、あと1問これで正解したらシュベスターのお菓子見せつけられますけど。なんてうまい出題者なんだ。じゃあいきますか、はい、最後の問題お願いします。乾杯の掛け声といえば。乾杯の掛け声、掛け声なんてあるの。掛け声ってなんだ。乾杯の掛け声、思い出して。え、あそうだよそうだよ、このさ作品でさ、うん、あのすごい威勢のいい掛け声生まれたんだよ。え、あのもしも綿よりのゴージャスな打ち上げがあったら、うん、絶対この掛け声っていうのあった。あったか、こいつはサービス問題よ。確かにあったね。あったあった、わかる。そうだね、じゃあバーでこの掛け声をやろう。 なんだあの客って。じゃあこれは、じゃあせーの、優雅に行きますわよ、バーなので。じゃあ行きますわよ姉様、せーの、一人車。最高最高最高、あの客が。でも優雅だからね、いい。一人車かっこん。面白編集者だと思われる。今日はここで終了ですが、はい、無事5問中3問正解したので、よっしゃ、私たちはシュベスターでした。どうやー、やったよかった、嬉しい、よかったよかった、素晴らしい、うん、もう綺麗に締まりました、このコーナー最高です。はい、ということでこれから私たちは何があろうともラジオでシュベスターでございますよ、ラジオでの、はい、以上私たちシュベスターですでした。カフェリーベジュ学園より愛を込めて、お送りしてきましたテレビアニメ私の家はお仕事です、ウェブラジオカフェリーベジョ学園より愛を込めて、最終回の放送も間もなくお別れの時間です。この番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞くことができるおまけコンテンツもあります。ぜひプレミアム会員になってこちらも聞いてみてくださいね、うん、さあということで最後の
エンディングですもん。いやもう本当に終わっちゃうんだね。ね、寂しいよ。ね、あっという間だったけれども、うん、うん、もうでも本当楽しかった、うん、いやちょっとまず私からね、うん、はい、改めまして、はい、綾小路美月役上坂すみれです、うん、あのもうなんか本編がどんだけギスギスしてようともこのラジオはいつもおちゃらけた世界が広がってて、うん、もうねゆいちゃんの意外な一面も知れたし、うん、なんかゆいちゃんって私が思ってた100倍天然なんだなっていうそう、うん、なんかさ、うん、うっかりさちょっと完璧超人にね、うん、思ってる節があったんだけど、うん、あもう天然なんだ、天然で頑張り屋さんで可愛いなっていうのが改めて再認識できた、うん、もう本当に最高の番組でした、うん、あの登録も楽しみなので、うん、皆さん引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後私、白崎姫役の小倉優衣です。いや本当あっという間のこのラジオで終わるのも寂しいぐらいなんですけども、こうゲストさんが遊びに来てくれていろいろお話ししたりとか、あとやっぱコペさんとのこの2人のね化学反応がすごい楽しくて、うん、私自分でやってるラジオがすごい真面目にやってるんだなっていうのが改めてよく分かってもうそんな真似しなくてもいいんだけどね。そうだよね、そうだよ、そう、それはそれでいいんだよ。だから改めてなんだろう、こう人と喋る楽しさみたいな人と喋る普段も喋ってるよ。そうだよね、普段も喋ってるんだけどラジオでね、掛け合いのね、掛け合いのね楽しさもやっぱりすごいこう学べたし、ネットの知識もねいろいろあの学ばさせていただいて本当にもうとにかく楽しいラジオでしたし、うん、少しでもこの綿百合のね魅力とかもあのいろいろ伝えもできたんじゃないかなと思いますので、うん、また願わくばこのラジオもね、そしてアニメもね続きが見たいというところで、うん、引き続きね皆さん原作の応援だったりアニメもね楽しんでいただけたらと思いますよ。購録もお待ちしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで以上、ここまでのお相手は白鷺姫役小倉優衣と綾小路美月役上坂すみれでした。本日もご来店ありがとうございました。ごきげんよう。この番組は私のゆりは制作委員会です。一人社の提供でお送りしました。